今日はお疲れ様でした。こんばんは。今日は一日お疲れ様でした。今日はどうでしたか？仕事でも、学校でも、生活でも、何か悩みがありましたか？そうですね。きっと大変ですね。でも、大変があっても、今まで精一杯頑張って本当に良かったです。涙の後に笑顔があり、と、その言葉が聞いたことがありますか？その言葉が正しいと思っていますよ。日が沈んだ後、月が表すように、大変なことや悲しいことなどでも、その先に幸せがきっと生まれると思っています。外で見てください。夜空は暗くて怖いと見えるかもしれませんが、星空がキラキラ光って、月がきれいに飾っています。この景色のように、大変なことがきっとよくありますが、それを起こるたびに、いいことがあるとそれだけが信じてください。もっと強くなり、もっと優しくなり、いろんないい効果がきっと起こると思っています。もう一度言いますよ。今日はお疲れ様でした。今はただ悩むこと、悲しいこと、全部嫌なことを忘れて、人生のゴールや欲しいものや願ったことなどだけ考えてください。この後どうかいい夢を見ますように、あなたのために願ってあげます。聞いてくれてどうもありがとうございました。おやすみなさい。明日はいい日になりますように。今日はお疲れ様でした。こんばんは。今日は一日お疲れ様でした。今日はどうでしたか？仕事でも、学校でも、生活でも、何か悩みがありましたか？そうですね。きっと大変ですね。でも、大変があっても、今まで精一杯頑張って、本当に良かったです。涙の後に笑顔があり、と、その言葉が聞いたことがありますか？その言葉が正しいと思っていますよ。日が沈んだ後、月が表すように、大変なことや悲しいことなどでも、その先に、幸せがきっと生まれると思っています。外で見てください。夜空は暗くて怖いと見えるかもしれませんが、星空がキラキラ光って、
月がきれいに飾っています。この景色のように、大変なことがきっとよくありますが、それを起こるたびに、いいことがあるとそれだけが信じてください。もっと強くなり、もっと優しくなり、いろんないい効果がきっと起こると思っています。もう一度言いますよ。今日はお疲れ様でした。今はただ悩むこと、悲しいこと、全部嫌なことを忘れて、人生のゴールや欲しいものや願ったことなどだけ考えてください。この後、どうかいい夢を見ますように、あなたのために願ってあげます。聞いてくれてどうもありがとうございました。おやすみなさい。明日はいい日になりますように。